エドワード・タウンゼント、通称エディです。1914年から1988年、アメリカ・ハワイ出身の日系アメリカ人、ボクシングトレーナー、6人の世界チャンピオンを育て上げた名トレーナー、名伯楽。ハワイで生まれた日系人エディはボクシングに出会い夢中になりました。ボクシングは拳一つで人種差別がないのも理由でした。センス抜群のエディは連戦連勝、世界チャンピオンへの階段を順調に登っていった矢先、個人の努力ではどうすることもできないようなことが起きます。太平洋戦争です。戦争後、エディは再びトレーナーとしてボクシングの世界に戻ります。ここで運命的な出会いがあります。それが力道山との出会い。力道山はエディの能力を認め、自分のボクシングジムのトレーナーにスカウトします。エディは日本に行き、晴れて力道山のもとトレーナーとして世界チャンピオンを育てることに情熱を傾けます。最初日本のボクシングジムに来た時、竹刀があったのが疑問でした。エディは聞きました。なぜ竹刀があるの？力道山、選手に竹刀で叩き気合を入れるため。エディ、竹刀は捨てて、ハートのラブで教える。エディの指導は愛情の体現。数々の有名なエピソードがあります。試合中、誰よりもタオルの投入が早かったです。その理由は、ボクシングやめた後の人生の方が長い。誰がそのボクサーの面倒を見てくれるの？無事に家に帰してあげるのも私の仕事。勝ったボクサーの祝賀会には一切参加せず、負けた選手にずっとついて励ましました。勝った時には大勢来るから私はいなくていいの。誰が負けたボクサーを励ますの？私は負けたボクサーの味方です。他にもエピソード、名言がたくさんあります。勝った時は会長がリングで抱くの。負けた時は僕が抱くの。試合に負けた時、本当の友達がわかる。ボクシング以外何もできないけど、一つだけ得意なことがある。しおれた花をちゃんとさせること。エディが育てた6人目の世界チャンピオンが井岡弘樹。井岡が世界チャンピオンになった防衛戦、エディは末期癌で入院していました。井岡の支配を見守りたいと切望し、病院から担架でボクシング会場へ。容体が急変、意識不明の危篤状態となり、病院へ戻りました。その後、井岡の TKO の勝利を知らせると、右手で V サインを掲げ、そのまま息を引き取りました。まるで映画のラストシーンのような最後だったのでした。その後、エディの功績を称え、国内で最も活躍したプロボクシングのトレーナーに贈られる、エディ・タウンゼント賞が創設されました。エディの生涯は演劇化され、劇団によって各地の学校で上映されています。エディは人の育成の見本。エディの教えは負けた時が大事。私も負けた時、エディがいてほしいと思います。